カメラで特許の前にね、ずっと見えるな。塩コショウ、マヨネーズ、全部かけたろ。あ、レコさんこんにちは。こんにちは。プリンを売ってるんですか。はい。なんかおすすめのプリンとかあるんですか。プリンのおすすめはルイボスティープリンです。あ、ルイボスティーのプリン。あ、そうですか。じゃあね、これを一つもらいます。はい、一つもらいます。はい、猫さんが売ってるって珍しいですね。ね、すごいですね、本当にね。うん、じゃあ、ね、これで、ちょっと待ってくださいね。はい、お、すごい、ありがとうございます。おー、ちゃんと電卓も、はい、できるんですね。あ、すごいです。じゃあいただきますね。はい、じゃあリンゴスティープリンを、はい、ゲットします。はい、ペンね、お預かりします YouTube がありますので、チャンネル登録をお願いいたします。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうです。ありがとうございました。はい、バイバイ。バイバイ。プリさんです。はい、それでは早速、これプリン専門店、坂の上の猫の、アルバイト店員、みくちゃんが、販売していたあのプリンの方を早速食べてみたいと思います。別にね、みくちゃんの、これ初めて知ったんですけども、こう
まあ、みくちゃんはね別にこうまあ探してそのこう行ったわけじゃなくって偶然ばったりデパ地下で会ってしまいました。はい。でまあこのみくちゃんもチャンネル登録者数も5000人ぐらいいくようなすごい、YouTuber さんで、もともとこの四国は愛媛の方にある、坂の上の、まあ、何々とか、バカボンドかなんか漫画ありましたよね。うん、そこにもなんか坂の上のなんか雲かなんか確かちょっとあったと思うんですけども、これは坂の上のプリンということで、はい。で、早速、まあ、こちらのプリンの方をいただいていきたいと思います。はい。どうなんですかね。これね、結構いい値段だったんですよ。一つがね、多分600円ぐらいし、こんな感じですね。はい。はい。これは、一番人気の、ルイボスティー味になります。はい。こんな感じです。はい。上にも猫ちゃんがね、あって。はい。で、これもね、早速、叩いてみたいと思います。はい。まあ、見た目はね、普通のこう、まあ、プリンというか、匂いは、なんか、ほのかに甘い香りが。では、早速は、すごい滑らかですね。ちょっと画面で伝わりにくいんですけど、こんな感じで。はい。じゃあ、早速いただいてみたいと思いまする。はい。あ、これは、ルイボスティー。で、皆さん、ルイボス茶って飲んだことあります？コンビニとかでもね今売られてるお茶なんですけども、アフリカかな、なんか確かそのあたりの原産地だったと僕の記憶が正しければ、思うんですけども、うん、それの、茶葉をこう、まあ、プリンと混ぜた、うん、味ですかね、うん、なかなか美味しいです。あ、 YouTuber 犬のテレビもちょっとワンワン言っちゃってますごめんなさい、すいません。うん、うまい、うん、うん、おいしい、うん、ここのプリンってまあ日本料理専門調理師が作る甘さを抑えてヘルシーな絶品プリンだそうです。はい。で、こちら概要欄にも貼っておくんですけども、こんな感じで、はい、みくちゃんとこの料理の、うん、担当の方と、このまあ、みくちゃんが販売して、先生がこう作ってる感じですね。はい。で本当にあっさりしたプリンで、うん、価格帯はね決してちょっとこうまあうん、安いとは言えないんですけども、すごく上品な味わいで、みくちゃんがいるのもこう YouTube とかインスタとかでもこういついつのどこどこに現れますよっていうのがちゃんと載ってありますんで、そちらも概要欄の方に貼り付けておきますんで、ぜひぜひ、ご覧になってみてください。それでは、本日の動画は以上になります。まあ、3箇所ですね、なめらカフェ、安い、おうどん屋さんと、この、みくちゃんのプリンと、はい、あと、はい、あとはもう、一つは、山下商店さんの、絶品唐揚げ、これも、醤油味と塩味とカレー味の3つがあります。で、1個からも、1個80円だったかな。1個からも買えます、もちろん。はい。で、お弁当なんかね、お得ですね。ご飯も大盛り入ってて、それで450円の、大変コスパのいい、お弁当だと思います。で、まあ、こちらのね、方も、ぜひぜひ、まあ、皆さんも、兵庫県は加古川に寄る機会があれば、ぜひ食してみてください。はい。では、本日の動画が、よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。はい、以上です。それでは。
じゃんけんタイム。最初はブンブンじゃんけんポン。グッバイ。で幸せってそんなことが僕の力になる。君の心に潜っていたずらをするんだ。子供の心いつまでも、yeah、体はいつでもマッスル、心は無邪気のままさ、いつでも君のそばに、マッスルドラッカー。姿は見えないけれど、心は見えるかもしれない。みんなを驚かせてハッピーになれば自己満足なんだよ。思い描いた夢に少しでも近づければ僕たちの時代が来るような気がする。夏のさ、風が風に乗りどこかに消えるように、僕たちも旅立つのさ、旅立つのさ。